ございます。車に荷物を積み込み、いつものルーティンである一番後ろの席へ。収録当日の朝はいつもここから始まる。今日が番組始まって28回目の朝だ。朝の車内はアップテンポの曲をいつもより少し大きめに流し、演者のモチベーションをこれからの収録にアジャストさせ、収録が終わった夕方はわざとメローな音楽をさりげなく流すことで演者の気持ちを物寂しさへと誘導している。この計算尽くされた車内にこいつらはしっかりハマっている。ちょろいもんだ。しかし今日は朝からメローな音楽が車内で流れている。なぜ？でさ、はい、話は本当ですか？あ、そうですね。あれ、これ、ここで話しても大丈夫なんですか？はい。あの本番のあれじゃなくても。はい、ちょっと僕らも気になったんで。ああ、一応、まあ、もう 2年ぐらいですかね。続きました、男気ですけれども、この度、私はマゲーム哲がですね、卒業する運びとなりまして、今日が一応その卒業の収録、まあ、最後って言ったらあれですけれどもっていう風には なっております。いや、僕らもちょっと心の整理がついてなくて、言える範囲でいいんですけど、はい、その卒業となったその理由って何なんですか？すごい地味ですよ、はい、いいですか？いや、今年うち下の子が就学するんですよ、1年生に。はいはい。で、上の子ももう受験の時期とかで、まあ、習い事やらなんやらとかで、うち共働きなんですよね。はい。だからこう1年生になった時って結構大変で、で、まあ、いろいろ話し合った結果、全部のお仕事を少し年間通して調整しなきゃなって言った時に、この番組難しいんですよ。何ヶ月前から決まってるんでしたっけ？もっともらう。4ヶ月後の、旅行に代役が必要っていう、ね。一番ご迷惑をおかけしやすい番組ではあったんですよね。調節もなかなかしにくいっていうのもあったので、2022年末ぐらいから、まあ、DMM さん、当には、まあ、大人の相談を一応してて、今もう春、多分放送されたの夏ぐらいになるんですよね。まあ、本当に平たく言ってしまうと家庭の事情です。まあ、具沢さんが忙しい人ですなんでね、本当に。で、今日が、テッサの最終回みたいな形になるんですけども、はい、水木さん今日お休みでして、あ、なんか最近しばらくお休みされて、なんか体悪いんですよね。だから今日どうするのかなっていうのが分かってないんですけど、だって僕最、まあ、これもそうなんですよ。僕が最後っていうのが決まった時に一人脱落してるっていうね。すごいですよね。なかなか、うん、ガチ感を演出してきますよね。だからまあおじさん二人で、はい、まあ、晴れ物を売ってもいいのかなとは思ったんですけど、まあ、ありましたね、過去にありましたね、とは思ったんですけど、やっぱ最後にちょっとやっぱ2人でってのちょっと寂しい感じもしたんで、はい、1人特別ゲストを用意しました。お、急遽ですか？急遽、はい。あ、じゃあもう要は水木さんの代打って感じで。そうです。ああ、ってことは女性ですか？哲さんが会いたがってた人っていうか、はい、あ、僕が会いたがってた、会いたがってた人、きっと会ったことがあるんですよ。え、女性ですか？薄めで見ると女性ですね。薄めで見ると女性。はい、視聴者の皆さんもちょっと楽しみにしていただいて、はい、はい、じゃあこの後オープニングです。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございますよ、ね、ネイシ。そうですね、いろいろ話すことあるんですよ、ね、ああ、はい、はい、まず前回、はい、まあ、そこはご家庭授業でお休みになりますって言って、はい、ね、じゃあ、水木と、はい、俺とゲストさん出てたら、はい、水木が休まれました。
僕は遠くでそれを伺っておりまして朝結構パニックったってそうですね。でゲストの、まあ、陽介さんとお二人で、はい、むちゃくちゃ出ました。マジですか。はい、もう二人でやってりゃよかったねっていう詳細までは聞いてないんですけど、はい、もう僕はバクバクしてました。僕はもともと休むって言って、はい、で当日水木さんも体調でっていうのになって、あれ どうするんだろう番組が自体がみたいな。番組としてはすげえ面白かったんですよ、はい、ただ一番戸惑っていたのは、はい、あの男湯を 見に来た人たちで、あ、あれいない、え、二人ですか何事か分かんないですもんね。そうですよね、確かにそうだよ、急にコックと二人だもんな。では前回はいいんです、はい、それでまあ無事終わりました、はい、で、なんか哲さんから、はい、あれですよね、お知らせがあるんですよね、はい、あ、改めてやった方がいいですかね、 あ、そうですね、はい、この度ちょっと僕のご家庭の事情でですね、はい、この番組を卒業することに大変ご迷惑。いや、何があるんだっつって、もう家庭の事情でいいんですよ、はい、休むのは、はい、おめえ他の番組やるじゃねえか違いますよ。一番の理由が魚拓さん忙しすぎる問題があるんですよ。あ、そうね、スケジュールがってことですね。そうです、はい、やっぱりだって僕一度 USJ 行った時なんて、僕なんかてこう画面のイメージだと俺明日休むわのノリで言われるんですよ違うんだよ、違うんだよ、正確に言うと4ヶ月ぐらい前の時点で、先々ちょっとこの日どうしてもって言ったら、いや、魚拓さんがもう一年中もうスケジュールパンパンだからずらせませんって言われて、じゃあ代わりにコックをっていうくだりが、だから要は、先々の予定が決められない状況になるってことですよね。去年からちょっと相談させていただいてて、ね、はい、まあまあしょうがないっていうところで、もう3人で卒業式、はい、解散ライブをしようと思ったら、はい、まだ休むいないですなんか結構 長引いてるみたいで、そうですね、はい、もうしょうがない、お呼びしました、ゲスト、あ、はい、まだ聞いてないんですよ、なんか薄めで見たら男か女か分かるみたいなこと言うんですよ。あや、まあ、なみ、いや、はっきり言いましょう、あやちゃんより可愛いです。あ、本当ですか。はいテスト、申し訳ないですけど、これ目隠しを、あ、え、これで、ま、僕待つんですか、これ、はい、私呼んできますんで、あ、じゃあ、え、待ってればいいですか。はい、分かりました、じゃこれつけて、はい、これ大丈夫ですか、一発でこれしゃかりますよ、これ大丈夫ですか、これこんなん したことないですけどこれで大丈夫ですか、はい、どうなってるか分かんないですけど、僕大丈夫ですか、見えませんか、じゃあ俺、はい、呼んできますね。あ、分かりました、お願いします。これはあれですね、格付けみたいな、これ口に牛入れられるやつですよね。どうなってるんですか、大丈夫ですか誰からの反応もないですけどねえ、どうしたどうしたこれ、あなんか、ね、ね、やばいやばいやばい、レイジめちゃめちゃ怖いですけど、出番です。もう出番だろ、はい、言ってよ、車でこんな曲聴いてるし、なんだろう、今の0時かな、言ってよ、怖いし、どういう状況か分かんないです。今、連れてきました、はい、あ、はい、はい、なんか、めちゃめちゃ曲聴こえたんですけど入場テーマみたいなやつですか。じゃあ、ですか、はい、ご主人様どうもワンゲーム哲さんの弟子、2ゲームニッケルと申します。よろしくどうぞお願いします。鉄よりも軽いというか、いろいろスイッチ切り替えなきゃいけない、はい、あ、お久しぶりです。どうも、どうもご無沙汰しております。あの、心は乙女なんで。あ、そうですね、はい、でも確かに言ってた意味は分かりました。はい、なんて言われてたんですか。なんか薄めで見たら女性に見えるっていう。ああ、よく言われます。よく子供からじーって見られるタイプです。あ、そうです。哲さんもそうでしょ。です、すれ違う小学生にこう見られます。そう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 、はい、本当にそうなのよ。俺ら3人のグルーヴ感がまたいいのよ、これ。あ、そうです。これがいや、手前味噌だけどね。いや、ちょっといいですか。またこれ見に来てる方キョトンっすよえ、あれちゃん、あれ水木さんはみたいな感じだと思いますけど、はい、新生水木でございます。よろしくどうぞお願いしますと。この番組は地域貢献のために3人で協力し、ある目標を目指す番組。ある目標に到達できれば、番組から視聴者の皆様に超豪華プレゼント。この前見たことないですよね。実はないです。あの、地域貢献
っていうのが目的テーマなんですよ、はい、まず目標出玉を決めて、はい、そこを達成すれば、うん、DMM の支払いでその地元の地域のお店にお買い物に行ってそれをプレゼントするっていう、あ、視聴者の方にプレゼントする、はいはいはい、でその目標出玉に届かないと、うん、3人の中で誰かがそれを購入する、自腹で、もちろんなんで恐ろしい確かに俺10万なんでという発想はなかった、10万のギター買わされたことあったマジで、うん、マジで言ってんの、うん、はい、で、握ろうと思ったら、うん、安くし、女の子だって安くすっけどさみたいなこと言われてダメでしたねいや僕それ本当に言ってるだけで本当に安くしてくれるのかなって思って買いに行ったら本当に安くしてくれなかった、ダメだったんだ一個と提案がありまして、はい、過去の27回地域貢献でいくら静岡県に貢献してきたのかって計算してきたんです、はい、その金額がこちら。そんな払ったんですね。めちゃくちゃ払ってんじゃん。なのでせっかくだったらこうぴったり100万人したいなっていう。めなめてんのかってことは10万っすね10万円え、10万を地域貢献するの？10万のお買い物で視聴者プレゼントなんですか？あ、でもあれでしょ、ミッションをクリアしたら関係ないんだよね、僕らはね。なんとかしましょうよ。ります、ね、ます、うん、ただそれも本当に2万5000いきそうな時はみんな仲いいんですけど、うんうん、あ、今日ダメだってなるとだピリつき始めるんですよ。そう、最初はもう目的に行くじゃないですか、同じ方向向かってバーッと走ってですけど、今日無理くさくね後半始まったぐらい早いとそこやからちょっとテキシーそうなんですあ、そういうあれがヒリヒリ感もあるんだ。払うのは1人なんで。なるほど、そうですよね。これ楽しみですね。久々じゃないですか、3人で会うのなんて。そうです、乗り打ちで。スタジオでしょ。え、ないないない、何乗り打ちです。いや、ちょっと、哲さん嫌いですもんね。それはもう、絶対無理っすよ絶対無理っす、本当に。いや、嫌です。嫌です。本気で嫌です。じゃあ、しょうがないです。もう一応、収支は合計しますけど、はい、まあ一応、財布は別々っていう。あ、そうです、そうです、はい、いいんですか。いや、いいんですかじゃねえんですよ。ずっとそれ望んだんですよ何を。この番組でどれだけ負けてると思うんですよ。本当やばいです。この人、この人周り引くくらい負けてるんですよ、本当に。あ、マジで。やばいです、やばいです。グズだ。グズです。いわゆる。グズです。ああ。グズって言われてます、本当に。グズ一人いると嫌なんだよな。落ちちゃう、テンションが。すいません。うん、だって俺1週間前にこれ言われたんだよ。普通空いてないじゃないですか。でも俺それも知らなくて、その、はい、アラマの収録した時に、はいはい、そのスタッフの人が。はい、奥さんこの日空いてますかって聞いてて俺そ, その場で俺空いてるって言わなかった、はい、空けてるって言ったんですよ。あ、そのために休みで、はいはい、ああ自分の用事で、はい、空いてると空けてるは全然違うから。間違いますね。そう、たまたま空いてるってことは、ね、そうなんですよ。あ、これ入場なの今。入場です。もう分かんなくなってきちゃった。大丈夫ですか。すいません。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。入場か。パチンコ好きですか。おはようございます。奥さん何好きですか。リゼロ鬼。あ、リゼロですか。リゼロ鬼が好き。リゼロ鬼。3人固まりましょうよ、そしたら。はい、いいっすよ、はい、じゃあ奥さん真ん中で、はい、いろいろ教えてあげますから。あ、はい、はい、僕もなんかボヒュンって鳴って当たるくらいしか知らないんでなんでこの人座ってんすか。いや、あの、ぐたくさんいつも撃つんですよ、すぐに。カメラ回る前に撃っちゃうんですよ。はい、どこでもやってんの。はい、やってます。一回も成功したことないでしょ、これ。あ、でも、その、当たりかけた時ありますよ。マジで悪くないです悪くない。そんなんでわかんの。単なる村じゃん、これ。ポンポンポンって入っただけじゃん、今。俺、弾の動きを見てるんですよ。ああ、ほんと。弾の動きは見れないんだよな。あれ、奥さんあんまパチンコやらないですか。パチンコはもうリゼロオンリーっす。あ、オンリーなんすね。あれ、リゼロはなんかどの辺が刺さりました。いや、もうリゼロは先バレ一択でございます。じゃあゴジラとかダメですか。ゴジラ、まあ先方向告知もなくはないけども、バランス的にはもう、はい、あ、やっぱこっちですね。もうこれ一択っすね、マジで。昨日も打ったっすよ、昨日も。あ、そうなんすね。昨日2万発出ました。わぁ、すごっ。ケツさん、はい、この人の言葉は真に受けないでいいです。ちょっとなんか覚えたおじいちゃんみたいな感じなんで。あ、なるほどなるほど。そ、うん、なこと、あのね、リゼロに関してはマジでプロ級。いや、それは分かるんですけど、うん、怖すぎないじゃないですか。はい、あ、まあ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 。先バレのことなら僕に任せてください。わかりました。本当に。先バレって何なんですか。先バレっていうのは、はい、
ここに入った時にパーキャーンっていうことがあるんですよ。だいたい140回転に1回ぐらい、はい、期待度 40% 以上っていうのは鳴らしたら 40% 以上になるってだけで、はい、もう期待度が 5% ぐらいのパターンから 95%、はい、あるいは 100% のパターンまでいろんなパターンがあるよっていうね。じゃあ展開が大事ってことですね。そういうこと、そういうことですね、はい、あ、じゃあ奥さんに何パーか聞きましょう。あ、そうだ、そうですね、そうですね、そうです、本当それがいいと思います。いや来ないですね、そんな簡単に来ないですよ。いや3人で、あ、3人で、はい、3人でだって50分の1で来るわけでしょ、ざっくりで。まあそうですね、思考、うん、3倍ですからね。白芸の煽り来てですよね、バレなのに。まあでも僕なんか白芸が一番白バレというかバレなしで当たる気がしますよ。へえ。僕実は白バレってやつが一回もないんですよ過去。一応バレの占有率が 95% なんで、はいはい、まあ、20回に1回、赤い、赤い、 あれあるじゃん、あれあれ、これ白あるよ。20回に1回は、はい、バレなしで当たります。あれわずか20回転。あ、赤い赤い、だからそれ、ちょ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 、本当にこれ全然ある、全然ある。バレなしで当たる時って結構白芸多いんですよ、はい、全然ある。これ追撃行ったら確定だ。これ全然ある、マジで。マジかよ、俺初めてです赤は。てか一個聞きたいのが、はい、ちゃんと先バレモード入ってます？入ってます、入ってます、入ってます。本当、いや、たまにあります。そうですね、ノーマルにしちゃったっていうのが、はい、あ、これ、もうあるじゃん、これあるじゃん、ある、これある。普通来るしだもんね、2回目は、うんうん、ここだよ、ここだよ、これ来たらもう確定。よし、よし、これ当たった、これ当たります、皆さん、すごい、これ当たりますよ。薄いの引きますね。やっ、おーれー、おー、白バレ、白バレ、素晴らしい、白バレ、おお、このマジかよ。この段階で当ててくれるとめっちゃ楽っすよ。初めてだよ、ありがとう、素晴らしい、おめでとうございます。ラッキーちょっとこの人がなんか嫌そうな顔してんだけどあれ気悪いな、気悪いですか、気悪いな。あ、ちょこれ何、ユニダの確認しなさい、出てくる。ちょ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 、いやー、おら、あ、え、エラーだ、左に戻してください。いや、今先にちょっと打っちゃった先に打ち出してって言われたんで、ちょ、怖い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 、大丈夫、弾大丈夫ですか、今どうなってんの。大丈夫、続いてて。あー、あー、びっくりした、もうこれ怖いんだよ。あぶ、おお、ビッグセブン、ビッグゴールドセブン、ビッグゴールドセブン、さすがニッケル、さすがニッケル、ツーゲームでございます。たま払い出しだ、たま払い出しがない。ちょっとキムさん、ちょっとお願い、ちょっとお願い、ちょっとすいません、お願いします、ちょっとお願いします、ちょっと皆さんの協力が必要です。協力します、ちょっと皆さんの協力が必要です。マジで必要、裏が詰まってます、マジで必要、ごめんね、ごめんね、呼んでます、呼んでます。 OK、 ちょっと弾が、これもう弾出ない、訴訟問題になるよこれ水筒がまずい。おお、少しちょっと軌道にお時間がかかりますので、軌道に時間がかかる、はい、多分ね、裏が詰まっちゃってるんで、これはね、払い出しが全くないんで、当たり中に弾が減ると、もうとんでもないことになるんですよこれ、早くしないと。あ、じゃあ俺やりましょうか、開けましょうか、俺分かりますよ、開けてもらって、これ、ね、これ多分開けて、開けてガシャガシャやんないと。ちょっとキムさん、ごめんね、ちょっとごめん、男気フルスロットル、ちょっともうお姉さん、あ、流れました、流れ、流れました、流れました、流れた、流れた、こんなことないよ店員さん。あ、これで、これでとりあえず、あ、待って待って、ちょっと、ちょっと、大丈夫、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、ちょっと落ち着こう、みんな、ちょっと落ち着きましょう、ちょっと落ち着こう、大パニックでした今、お姉がカードを出したり出したりお姉、何やってんだよ。はい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 、はい、すいません、はい、すいません、ダメだよ、変なとこ入れちゃダメだよ、変なとこ入れちゃダメだよ、ちょっと、しょうがなくていいよ、スタッチだけ入れないで、へそは入れちゃダメですありがとう、すいません、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、
めっちゃ出てきましたよ。ちょっと待ってね、皆さんにまずは戻そう。でもまずは木村さんに。あー笑った。カードカードが一番笑ったです。ちょもう気持ち悪いから、はい、あの絶対損してない玉数になったら言ってください。あ、わかりました。これは足りないですね。一泊ちょうだいよ。やだよ。ふざけんな。足りたよね。まあいいよ。すごいですね。何もかもが映像的に完璧なんですけどね、僕からしたら。バレなしで当てるレア取った。はい、すいません、ね、当たった瞬間玉詰まり、店員さんもパニクリ全員の協力があって、確かに立て直すっていうね、よかったね俺がいて、ほん本当によかったよかった、ま、周りにしといてよかったっすね。ほん俺のほんとしてたもん。ちょっと乗り移る気になった。いやちょっとそれはそれはない。それはちょっと違うんすけど、でも俺が奥さんの立場だったら、はい、2人ありがとう、もうじゃあやっぱ今日乗るわ。あ、なるほど、そうですね。はい、ちょっと待って、出玉もうちょっと、出玉めちゃくちゃ少ねえな俺。おかしくねえ、俺さ、はははじゃねえよ、なんかおかしくねえ。やばい、この組み合わせめちゃめちゃ面白い。パンクしなかったで無視したい、まあ、そうそうそう、まあ、そうそうだね、そうだね、全部失うところでしたね今。ああ受けた。え、もう全く集中できてないんだわ。出玉がさ、少なすぎんだよ、出玉が。おお、おい、おいしょ、おお、びっくりした、集中できてない。ちょっと全く集中できてないっす。危ない危ない。おい、おい、おい、今みたいな感じで当たります。いや申し訳ない、ちょっといつもバレでやってるんでね、はい、分かってなかったっす。俺なんか計算で言うとだいぶ回ることになってる。いやいやいや、もうおかしいぐらい回るじゃん。そう、おかしいじゃん。体感的には俺そこまでもらってなかったんだよな。ちょぼちょぼってなんかやってたからさ。なんか味噌がついたね。変動開始時ね。開始です、はい、あのもうとにかくシンプルにポンってもう音なんてつくんで。ちょっと待って、演出がないじゃん。ナイス。てつさん。いやいや、あのだからついたら気持ちいいです。だから本当ハナハナだと思ってください。いや、ちょ待って、なんこれ。もう帰らんないでしょこれ。帰らんないよ。なんだよこれ。当たれば帰られますで。いや当たりゃ帰られるぐらい知ってるよ。そんなことぐらい。まずい。いやいや、ほんと気持ちですから、ほんと気持ちですから、マジで。あんま気持ちよくなかったから言ってんじゃん、俺1回目の告知が。で、ちょっと待って、はい、なんで、ね、500円とか1000円当たって、はい、ね、はい、しかもいい報道ってラッシュ入ってるのに、はい、なんでそれトゲトゲしいの。もうちょっとおかしいじゃん。普通いや、出玉が少ないんだよ。根本的に出玉が明らかに少ないんだよ。確かにリゼロを右取って2000発なかったらちょっと引き、ね、引くでしょ。引きますもんね。いやだからおかしいんだよ。なんで俺らを見んなよ。なんもないよ。俺らじゃない、はい、お前を見てる。俺らじゃない、俺鉄D のこと見てないもん。あなたのことを見てるの。でもちょっと足りないよ。足りなくないよ。おかしいじゃん。カード出てるよ、なんで。これもわかんないんだよ。これ多分お姉さんが出したやつですね。お姉さんカードずっといじってたんですよ。大丈夫かな、これもうスルーじゃん。大丈夫ないよ。大丈夫ですよ、つきますから。当てよ。あれダメだ、さっきのお姉さんのカード抜いててぶち切れてるのがまじ抜けないですけど。あれま、いや、き大丈夫です。うわー、ピヒョンってピヒョンってつくんで。いや、テスさん、これ当たった方がいいっすって一生言われるよ。いや、これね、一回当たってほしいです、マジで。ちょっと単発打ちするわ。ピヒョンって光るだけです。はい、奇数が2個になるまで。数が2個になれば。あ、来た。はい、ここからです。あ、そういうとこあるっすね。はい、そういうのあるっすよ。いや、ちょっと100分の1頼むよ。嫌な予感してるわ。もう1回だけ当たってくれ。はい、僕が一番当たってほしいです、今。うん、はい、もう1回だけ当たって、マジで。てつさん、これ一生言われるよ。言われますね。ちょっと、本当にお願いします。当たれ。本当、あと頼むよ、本当に。ちょっと頼むよ、マジで。本当にお願いします。
本当にうわきちい2000発ない間になりますからこれちょっうーわーきついってもうわちゃわちゃしすぎだって今日随分出たね出てねんだよおかしいんだよな一箱足りないんだよなイメージいや俺実は昨日親指を突き指して、はい、ああ何したんですかいや別に大したことない体勢崩してこう手についてで穴の方向に曲がったんですようわそんな胸板熱いのに親指で俺これね胸板と親指関係なくないですかむちゃくちゃ痛くてもうハンドル握るのも痛くて嫌なんですよあ今そうなでストップボタンも押せないんですよ痛くてきついね打ちたくないパチンコでもパチンコはもっとダメだよ、ね、いやパスは まだ親指使わないから、はい、へえ。すげえなこの番組ね突き指なんか大人になってから一回もしたことないけどなついたところがまた床じゃなくて柔らかいクッションのところで、はあ、へえ。車の運転は大丈夫かしらあのねダメなの鉄アレイだったの鉄アレイやったんだバカじゃないの一応ダンベルは試してみたのえ突き指してんのにいや、うん、余計悪いですよ腕立ては大丈夫ですいや無理だよジャッキーチェンバリの腕立てにしなきゃ無理だよ片手のやつ左手の片手のやつそう、はい、左ばっかり動くカニみたいになってでも僕初めて魚拓さんにお会いした時に、はい、それ言われましたよね俺左しか鍛えてないんだっていややろうと思ったけど、はい、それはあまりにアンバランスになっちゃうし、はい、その着る服にも困るからやめた上半身だけにしましたいやでもこれもうおー出たバラバラ発売になりました。まずはミニレムチェック。はい。じゃこの次の変動です。まずはチェックしてください、鉄さん。OK です。はい。これですね。現時点で弱いです。現時点で弱い。何パック教えてる。ですね。サギバレプロ。サギバレプロでいうとこの後で分かります。この後で分かるんですね。あ、25%。25%。はい。予備位置。だいぶ弱いね。だいぶ弱いです。なるほど。だいぶ弱いです。はい。20%に落ちました、ね、下がったんですねはい下がりましたまあ 20% かな5回に1回これ知らない中だったらガチ切れるねいやいやでも多分純粋にそれぐらいですね出ました、はい、95% 折りがかってますねが出たんですか5%から20%下がって95%に上がりましたそうですねそういうことなんですよ一気に75%と差されるんですねそうそんな急展開がそういうことなるほどああ今のは気持ちいいね95だもうあなんかでもなんかすごい僕横で嬉しいですなんか、うん、はいなんとか100もらえませんかねいや100はないですねまだ100はないですまだ95からの5足りないですか上積みはないですね今んとこなんとかならんすかそこいやそこはなんとかならんなんとかならんすいやこいや当たるよなこれ赤でしょはいあ金です金鬼です金鬼だって、はい、俺初めて見たもう100 これは言いましょう、はい、100% です100です、わかりましたいただきました、はい、先ほど言ったの 100% おめでとうただまあラッシュかどうかわかんないですよそうですね、うん、でもここは100なんでこれはもう100です、はい、これは100ですこれは100はいじゃあありがとうございますういじゃあ問題はこの後ですねそうです94回転、はい、なんか早いなみんな当たりがみんな早いね頑張ってよキムさんも、これで当ててレム面白いってちょっと見てもらいたいですねあレムのねおいおいっていただきましょうありがとうございますありがとうございますおいこれなんですよこいつ、はい、ノリじゃねえとこういうことやるんですよこいつマジでむちゃくちゃ腹立つんですよなるほど最後も殺すよそうですね TPO を抱きかえて僕も今うすうす思ったんですよ俺一番嫌われることしてるなって思って最終回でねじゃあレムにしましたレムにしちゃいましたかしちゃいました
なんか結構シンプル無演出のやつが面白いって、うん、なんかリゼロ2には聞きますね。あ、そうなんですね。なんかこう違和感みたいなやつが、あ、いや違和感、うん、違和感系ですね、はい、いや俺全部一応ちょっとは試したんですよ、はい、1回ずつとかは。やっぱ多分先バレの音とかが多分好きなんでしょうね。まあまあそうなんですよね、はい、結局は。さあでは行かせていただきます。はい、行きましょう。つけちゃいましょう。ここは一気に行きます。このタイミングでパッパッってここで。ああ、こういうことですね、はい、ずっとレモンを見てるってことですね。そうですそうです、ずっと目が合ってます。ああ、なるほどな。あ、結構駆け抜け派なんですね。駆け抜け派あの要は止めないというか。あ、僕止めないです、一気に行きます。へえ、はい、俺そんな人初めて見たわ。初めてですか。うん動画で見たことあるけど。お、あ、リスタート、しました。おい、ラッキー。なんか複雑ですけどね、でもこれ。いや、リスタートラッキー。ラッキーですね、わかりました。ラッキーって思わないと、はい、あの本当やってられないですね。そうです、はい確かに。あの2ラウンドのリスタートもラッキーって思わないとやってられないです。そうです。先生は SK に関しても先生なんですか。あ、もちろんです。あ、なるほど。先丸先生であり SK 先生でもあるんですか。リゼロ先生ですね。いや、リゼロマイスター。リゼロマイスター、リゼロマイスターって言われてるんで僕、はい。まあその割に金鬼の堀を初めて見ましたけど今日その割に花花8段、花花10段、ジャグラ9段、パチンコリゼロは、はい、パチンコリゼロは、まあ、マイスターというか家元、家元、はい、リゼロ鬼のねこの台の中古価格知ってますか。わかんないです。300万です。わお。こういうあのいわゆるなトリビアも何でも知ってます。なるほど、はい、リゼロに関しては原作読んだんですか。まあ見たんですか。リゼロですか。はい、それはちょっと見てないですちょっとこういうアニメは苦手なんで。なるほどなるほど、うん、じゃレムちゃんとどういうことかも知らないですよ、ことですよね。ミニレムヤクモノっていうのは知ってます、はい、それだけは知ってます。いまいち分かってる。ほらつかねえ。いや駆け抜けは男気だね本当に。俺絶対できないもんな。うお、20キル。スタートしたって100くらいあるんですか。でスタート、そうですね。あ、いや、もう10切りました。うわー、きつい。この辺で光ったら超気持ちいいです。確かに、はい、うわー、光んねえ。うわー、だだだ。だから言ったじゃん、俺言ったよね。言いましたね。じゃあ次、次、じゃあバレでいきます。じゃあもうマイスターに言う通りしますわ。はい、まずはバレを。いや、やっちゃったなそれ。やっちゃいましたね。でも結構弾多いっすね。2箱あります、ね、あれなんか俺の時と出玉がさ、俺3連してやっと同じぐらいだったんだ。そうですね。僕まあ、 リスタートなんて実質駆け抜け分の出玉ですからね、ほぼ。なんか俺の右隣の人がボクソエンデル気がするんだよな全財産なんですか。何しに来てんの。あなたねえ、ラクダみてえな服着てよ。みゆきみゆき藤原みゆきのでさ、はい、俺この人と一時、はい、週2ぐらいで収録したんですよ。きつかった。いや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 、まあ、でも楽しい、僕楽しいですけどね。なんかすごくでしょ、はい、あー落ち着こう。おやおすげー。なんかしかもなんか伸びそうな流れ感じますね、はい、なんだかんだでこの人出すんで